皆さんご機嫌いかがでしょうか？ひろこのウィークリーゴールデーへようこそ。2023年6月21日、今回はマーケットエッジ代表小菅勤さんと一緒にお届けします。小菅さん。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今年も折り返し地点をこうターンしようかという時期に差し掛かってまいりました。ゴールドですけれども、ドル建ての価格は、まあちょっと高値圏でちょっともみ合いに入って長いんですけれども、円建てがとんでもないことになってますね。そうですね。過去最高値更新で、一般のニュースにもなってますよね。はい。最高値更新ですよ。これは日本人にとって喜ぶべきことなのかどうかという話もあるんですが、まずは価格動向チェックしていきましょう。一週間前との比較で記しております。価格動向。ちょっとね、パラジウムだけが強いっていうのが、違和感あるんですが、チャート見てみましょうか。これパラジウムは下落トレンドの中でぴょこっと強かっただけですね。一応自動車生産が良好な影響と言われてるんですけど、まあ、単純にこうやって休み手ね、続いてましたんで、修正高かなと思ってます。修正高。で、他のメタルについてこれどう雑感ありますか？そうですね。金がだいたい横ばいで、プラチナはちょっと弱いんですよね。うん。で、これはまあ、金の割れが少し重くなってたっていうのもありますし、あと、6月って南アフリカの電力環境、若干改善してるんですね。ちょうど5が悪い、7、8が悪いなんですけど、6っていうのは谷間なんで、少し改善してるんですね。うん、だその辺の影響も少しあるのかなとは思っております。はい。今ね、通貨ランドもものすごい勢いで下がってたのがリバウンドしてたりしますので、まあ、この電力事情というのはプラチナ価格にも影響があるのかもしれません。では今日、ゴールドを見る上での小菅さんのポイント、こちらです。まずは、定期的にチェックしている、今、ゴールドは何を見て動いているのかというのを、チェックしていただいて、あと前半は、まあ、金融政策とゴールド、そして後半はなんと、エルニーニョ？天気？異常気象ですね、はい。異常気象関係ある？はい。関係ある？はい、関係あると思います、はい、はい。ということで今日はエルニーニョをフックに、ちょっとこう金価格を見るというね、まあちょっと今すぐにということではないんですが、今後これがどういう影響をもたらしてくるのかということについてお話を伺っていきたいと思います。この番組は豊かで均等し豊かトラスティー証券の提供でお届けします。では早速いつもの定点観測、今金は何と一緒に動いているのか見ていきましょう。これ直近1ヶ月見ると結構面白い動きしてるんですね、うんうん。これ左下のアメリカの金利、まあ横ばいから若干上がってるんですよね。で、それに対して左上、ドルは軟化してるんですよね。金利が上がってるのにドルは上がらなくなってる？そうですね。で、まあ今月もアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC はありましたけど、はい、まあ、かなり高派ということで、金利水準はかなりサポートされたんですよね。うん、高止まり状態。で、それ、やっぱりドルが本当は上がるんですけど、うん、まあ、むしろ下がってると。はい。まあ、この辺やはり、まあ、アメリカも高派だったんですけど、同じように、もしくはそれ以上に、ヨーロッパ、ECB の方が高派だったということで、むしろドル売られたんですよね。うん、はい。で、一方でこれ、右下のこれ実金なんですけど、はい。これ見るとほとんど横ばいなんですね。はい。で、そうすると、金、まあ、強弱材料工作で、結局ボックスだったんですけど、まあ、マクロ環境で見ると、まあ、実質金利があまり動かなかったんで、まあ、金も横ばい、こんな見方ができるのかなと思っております。はい。まあね、ドル金利、これから、年2回また上げるかもしれないという、先週の FOMC を見てびっくりした方多いと思うんですが、その割には、ゴールドを大きく下げることがなかった。その裏側には、ドルがあんまり上がらなかったということがあるということなんですが、はい、じゃあその FOMC 見ていきましょう。これ左側がこれアメリカの当局者の経済予想ですよね。はい、過去1年分のコア PC デフレた、まあ、つまりインフレをどう見ているのかと、あと右側これ FF 金利、はい、政策金利をどういうふうに見ているかという、変化の状況をグラフにしたものです。うんうんうん、で2023年のコア PC デフレたですと、まあ、3月がプラス 3.6 だったのが、今回プラス 3.9、結構引き上げたんですよね。はいはい、思ったよりもインフレ環境厳しいよと。うんうん、でサプライズ感があったのがこれ右側の、FX 金利の方なんですけど、はい、これ3月がプラス、あ、プラスじゃないで 5.1% 予想だったのが今回 5.6 まで引き上げたんですよね。はい、いわゆるターミナルレートですね。最終的に 5.6 まで上がる
可能性があるということですね。はい、そうすると今から 0.25 パン利上げを2回ということで、少しちょっと意外感はありましたよね。はい、そうですよね。びっくりしました、これ。はい、結構高派のセントルイス連銀のブラウズ総裁なんかは2回ということ言ってたんですけど、この人一番高派なんで、そこマックスだよねって、やっぱりマーケット目線で言うと、せいぜいプラス1回ぐらいと思ったのが、うん、実は2回の利上げ、結構支持が多かった。まあ、この辺の意外感というのが、金の上値圧迫要因になりましたと。はい。で、右側はドットチャート、ドットプロットですね。そうですね。これ、緑色のところが今の政策金利環境で、はい、赤色が、まあ、当局者の見通しなんですね。うん、でこれから言うと、まあ、今年2回利上げ、で、来年4回利下げ、うんまあ、この辺がメインのシナリオとして示された状況と。はい。本当やっぱりこれだけの見通しになると、金って本当は急落してもおかしくなかったんですけど、はい。まあ、ならなかったというのは、先ほど見たように、あまり金利が上がりきれなかったと。はい。まあ、この辺は、いわゆる材料で尽くし、うん、まあ、そろそろもう利上げの議論、だいたい織り込み終わってるよねと。で、もう一つが、先ほど言ったドルが下落したと。はい。ECB がもっと高だよねと。うん、まあ、この辺の影響かなとは思っております。はい。あとはなんかこう、マーケットは意外と FOMC の言うことってこう、半信半疑というか、懐疑的というか、そのまま額面通り信じてないようなとこありますよね。そうですね、これ、CME の不動値なんか見ても、はい、12月時点に2回利上げって織り込んでないんですよね。はいはい。多分1回だろうっていう、うん、別に2回利上げ必要ない、もしくはできないっていう、そういった見方を織り込んでるんで、その分だけ、高波で罠をさられたけど、下がりきれなかったと。こういった環境かなと思っております。はい。ということで、ちょっと材料は、ネガティブな方には出尽くしちゃったかなということなんですが、チャートちょっと見てみましょうか。そうですね。こちらがドル建ての金相場、青ですよね。はい、で、緑色の方がこれドル指数、ドルインデックスになります。で、これ見ると明らかなんですけど、やっぱり利上げの議論するたびに、ドルって上がって金って下がっていたんですね。はい。でもこれ去年の10、11月ぐらいがやっぱり金の底値で、その後って利上げの議論が起きても下がるんですけど、そんな前みたいに崩れなくなってきてるんですよね。うんうんうん、でこの辺から見てもやっぱりこういう金融政策要因の金を下押しする力、まあ、材料で出尽くしと見てもいいのかなと思ってます。はい。もう金融政策がゴールドを急落させるっていうことはもうなさそうだってことがちょっと言えますよね。そうですね。これ本当は過去の例から言うと、初回利上げでこういう議論をやるんですね。はい、材料で尽くして。でも去年やっぱりあまりに想定外の金融政策だったんで、うん、なかなかこれ材料で尽くしにならなかったんですけど、うん、今年はもういよいよ材料で尽くしということで、まあ利上げの議論、多分7月とかまたやるんですけど、もし下げたらやっぱり会話という、こういった押し曲がり優勢の基調にはもう変わってきてるのかなとは思っております。はい。そして今日の動画のタイトル、円建ての金投資が最強カードということですが、先週は日銀の金融政策決定会合もありました。ということで、円建ての金強いんですよね。そうですね。まあ先週やっぱりアメリカと欧州すごい高派だったんですね。うん、で一方で日銀っていうのはやっぱり全然もう動く気がないという。もうこの辺足元結構インフレ環境厳しいんですけど、まあ、なんだかんだ言って年度中盤、この辺になると資源価格が抑えられるんで、インフレも抑えられるんじゃないかという、これがやっぱり日銀の見通しなんですね。はい。で、そうすると世界的な傾向としてはインフレ対策の利上げ、金融引き締めやってる。で、一方で日本だけ動かないという。この辺でやっぱりギャップがどうしても円建ての金額を刺激してるのかなと思ってます。ということで、このね、政策金利見てても、やっぱり日本は異次元の緩和と言われるだけありますよね。この金利差見ると、まあ、円が弱くなる、円安になっていくのは仕方がないかなという気がしますよね。日本もやっぱりインフレ環境すごい厳しいんですよね。で、直近の4月の実質賃金なんか見ても、で前年比でマイナス 3.0%、これ13ヶ月連続でマイナスなんですね。CPI、消費者物価指数見ても13ヶ月連続で一応日銀の目標を上回ってるんですよね。本当はやっぱりそれに対応してくれっていうのが基本的なスタンスなんですけど、対応してくれないとなると円を持っておくとどんどん購買力、物を買う力がどんどんなくなってくるんで、円を売って金を買うという、こういったやっぱり流れがどうしてもなかなか変わらない状況になってしまったのかなと思ってます。そうですね。日銀はまあ賃金上昇を伴う形で持続的な 2% インフレ目標達成をまあ目論んでいるということで、まあ、賃金を上げたいっていうところがあるみたいですね。今実質賃金マイナスになっちゃってるんで、まだまだ賃金上昇が足りないということなのかもしれません。となると、次のチャートですけれども、円建ての金が
オレンジですもんね。そうですね、ドル建ての金って結構荒れたんですけど、うん、円建ての金ってほぼ一貫して、まあ、横ばいからむしろ上振れという、きれいにこういうトレンドが、はい、上がってますね。この辺明らかにやっぱり日銀の政策の影響はすごい出てますよね。はい、まあ、ドル建ての方はアメリカの利上げ利下げの議論で乱高下するんですけど、まあ、日銀の方は一貫してまあ金融緩和政策、まあ、インフレ環境を放置するというこういったスタンスなんで、はい、まあ、当然インフレの目線でも円建ての金お金流れやすいですし、あと為替ですよね。先ほど言ったようにやっぱり日本と他の国の金融政策環境違いますんで、まあ、今足元もすごい円安発生してますけど、この辺からも円建ての金、まあ、かなり見通しが明るい状況。そうですね、はい、皆さんその貯金だけ持ってて、この円安でどんどん自分の円の価値下がってるっていうふうに不安に思ってらっしゃる方が増えてると。となると、まあ、日本のまあ個人が結構金を買うという、まあ、そういう行動に今出てるという話が聞こえてきますよね。昔あの日本人って逆張りで、金下がったら買って、上がったら結構売りがすごく出てきたという感じなんですが、最近あんまり個人も売る側に回ってなくて、買ってるという話が聞こえてきますので、ちょっとこう日本人の考え方も変わってきたような印象ありますよね。ですね、このやっぱりインフレ関係だとどうしても円を持ってきてもどんどん価値が下がってしまうんで、そうなんですよね、もうどうしてもやっぱり金の方がインフレ対して強いということで、はい、お金が入りやすい環境と、まあ、変わってきたのかなと思ってます。はい、ということで円建ての金が今最強カードになっているんですが、さらにじゃあドル建て金までも動かす可能性リスクがあるのがエルニーニョですね。はい、これ、はい、エルニーニョ現象ってまあ異常気象なんですけど、はい、異常気象って本当に2020年からずっとテーマになってるんですよね。はい、で過去3年でいうとラニーニャ現象っていう異常気象が起きてたんですね。はいはい、でこれが去年の冬終わったんですけど、今夏は今度エルニーニャ現象が発生したというこういった環境になってます。もうラニーニャが終わってすぐに今度エルニーニャがやってくるっていう、こういうことってよくあるんですか？あまりないんですよね。で冬のラニーニャ現象終わって夏のエルニーニャ現象って大体過去47年ぶり、50年近く前に一度あったぐらいという、そうすると過去のこの気象データがあまりないんですよね。はいはい、何が起きるか、このパターンになるとどうなるっていう、うん、そうすると、まあ、日本の気象庁なんかも言ってるんですけどよくわからないで、結構予想は一応してるんですけど確実性がすごい高い環境で、そうするとまあ天気だけじゃなくて当然まあ世界経済に対する影響というのも考えておく必要があるのかなと、こういった環境になってます。はい、そもそもなんですが、ラニーニャかエルニーニョということは忘れて、そもそもエルニーニョってどういうことなんですかね？基本的にこれ見る場所っていうのはこれ監視水域って言うんですけど、はい、ペルー沖の海水温度見てるんですよ。ペルー沖、ね、うん、上がってくると、うん、本当はインドネシアとか東南アジアにある暖かい水が東の方に動くんですよね。はあはあ、でこれによって今度雲の発生場所が東南アジアからどんどん東方シフトしたりしますんで、うん、まあ、高気圧の発生状況とか、あと貿易風の強さ、こういうのにどんどん影響を受けて、うん、世界的な気候変動に今度影響を与えてしまうんです。日本で具体的にエルニーニョでなんかこう被害が出たっていうのは ありましたっけ？これ一般的にエルニーニョ現象、これ教科書的には日本は冷夏って言うんですね。へえ。ね、これ高気圧の発達がちょっと弱まるんで、はい、夏場寒いっていう。で直近ですと1993年平成の米騒動っていうのがあったんですけど、ありました、タイ米食べましたよ。私は若かったんで覚えてないですけど私もそういう話を聞きましたよ昔あった、1993年って結構前なんですけど、はい、その時はやっぱり冷夏で米が取れなくて、うん、日本が緊急的にタイから輸入したとかそういった動きもあったんですね。はいはい、でこういった動きからやっぱりエルニーニョっていうのはやっぱり例外要因っていうのが基本なんですけど、はい、今年に関しては日本の気象庁も違うかもしれないと。でその背景というのはやっぱりこれまで過去3年のラニーニャ現象、この影響が残ってんで普通のエルニーニャ現象じゃないよねって、その可能性がある、うん、でこういった見方というのは実は日本の気象庁だけじゃなくて、例えばアメリカの方でも、はい、こっちは少し違うかもしれないと。へえ、足元そういった兆候がだんだん増えてるんですね。はい、で例えばアメリカでもこれ南部の方のテキサス州なんかだと最高気温がもう40度近くまでなってるとか、まだ6月なんで、でしかも北総地帯では結構干ばつ傾向、はい、まあ、これから今度は穀物って受粉期っていう重要な時期を迎えるんですけど、7月、はい、
もうすでに干ばつで作柄があまり良くないという、こうやって環境になっていると。なるほど。じゃあもう、すでに兆候としては、こう、ホット&ドライですね。暑くてっていう、まあ、干ばつ気味になりつつある。日本もだって今年冷夏って言われてもピンとこない。もうすでに暑いよな、なんて感じしますもんね。東南アジアも結構そうなんですよ。これ、暖かい水が東の方に移っちゃうんで、はい、積乱雲が発生しないんですよね。ほうほうほう。そうすると今度、高温乾燥傾向になるんで、はい、今、これ6月すごい話題になってるのが、コーヒーとか砂糖、はい、あとアフリカの方でこのココア、はい、あと、これ東南アジアのパーマ油、こういった農産物の生産が危ないんじゃないかって、結構値段が飛び跳ね始めてるんですね。ああ、なるほど。はい。ちょっと一覧でまとめていただいてるのね。見て、見ながらちょっと。はい。そうですね。で、エルニーニョ現象、いくつかまあ注目ポイントあると思うんですけど、はい、4つほど書き出してました。で、1つがやっぱり食料供給。今ね、はい。世界の天候不順になると、やっぱり農産物の方が不作になる可能性があると。でそうすると、まあ、食料の供給滞るだけじゃなくて、値段がやっぱり上がってくる可能性というのがありますよと。で、先ほど言ったように、やっぱりもう東南アジアの方はもうこれ、すでになってますんで、はい、コーヒー、ココア、砂糖、パーマ油が上がってますし、うん、今、穀物価格、これ、シカゴの相場の方ですけど、かなり上がってるんですよね。まあ、今年本当は結構在庫が増えて値段安定する見通しだったんですけど、はい、もしかしたらちょっとその見通しが変わってしまうかもしれないと。はい、食料価格が上がる可能性がある。要するに農産物とか穀物の生産に悪影響が出るリスクがあるということが一つですね。はい。はい。でもう一つは今度物流ですよね。うん。これ今特にもう欧州の方で少し話題になってるんですけど、河川の水位がすごい下がってるんですね。ああ、川の。はい。これ日本だとあんまりなんか想像つかないんですけど、結構欧州とかこういうアメリカとか、大陸だと河川っていうのが流通網になってるんですよね。あ、河川で船でいろんなもの、はい、物資を運んでるんですね。だ欧州だと例えば内陸の工場から物を出荷するときって当然河川を使うんですよね。うん、でそうするともしこの河川水が下がってくると、はい、まあ、内陸部でなんか作ったけど物を出荷できないと。あ、船が浮かなくなるってことですか。そうですね。いわゆるサプライチェーンの問題になる可能性がある。はあ。でしかもこれ内陸部の方で今度発電所は何やってるかというと、はい、この河川を使って石炭を持ってくるんですよね、はいはいはい、でそうすると今度石炭を持ってくることができなくなってくると、はい、電力が止まる可能性もあるんですよね。そうですね。火力発電は石炭が必要ですね、うん、そうするとまた今度逆に工場の操業なんかも影響を受ける可能性ありますし、これもやっぱりサプライチェーンの問題になる可能性がありますよね、はい。なるほど、そうなんですね。川の上にこう浮かべた船で物を運んでると、ちょっと水位がないとダメだってことなんですね。そうですね。これ食料もそうなんですよ。はい。結局海の近くではそんな作ってないんですよ。結構内陸の方で作ってるんで。そうですね。畑は内陸にありますね。まあ、欧州もそうですし、アメリカもそうですよね。結構五大湖の北の方ですよね。うん、うん、で、そこから全部河川を使って運搬してるんで、河川水位が下がっちゃうと。持っていけなくなっちゃうんですね。なるほど。農地には食料がある。でも出荷はできないっていう。これ最近やっぱりここ数年同じようなパターン何度も経験してるんですけど、はい、今年もそのパターンになる可能性があるという注意が必要かなと思ってます。でもうすでに今年もう6月ぐらいから、河川の水位が下がってるっていうのがちょっとニュースになってるってことですね。今すでに。まあ、欧州のラインガーとかもニュースになってますよね。なってるんですね。ああ、はい。わかりました。そして、右上、鉱物資源供給。これ、ここ数年すごい新しいテーマになってきたんですけど、はい。異常気象の影響で、この鉱物資源、鉱山の操業も影響を受けるっていうパターンが増えてるんですよ。鉱山生産。はい。豪雨とか洪水で今度、坑道に例えば水が入ってくると、はい、操業が一時的じゃなくて結構何ヶ月とか年単位で止まるんですね。うんうんうん、そういったリスクもやっぱり今高まってきてると。へえ。鉱物資源ってここに書いてありますけど、リチウムニッケルなんて、これまさにEV とかに使うやつですよね。そうですね。特にやっぱりこういった金属って需要増えてるんですけど、河川市場なんで、一つの鉱山が止まったりすると、うんうん、あっという間になんか状況おかしくなる可能性があるんですね。はい。で、そうすると、単純だから、鉱物資源値段が上がるじゃなくて、例えば、あるものが作れなくなるとか、はい、そういったリスクも高まる可能性ありますよね。
EV 作れなくなるかも。そうですね。EV だとこういったリチウムとかニッケル、こういうのありますけど、はい、この辺でやっぱり鉱山がもし、こういった異常気象の影響を受けると、はい、EV と作りたいけど、この金属がないということで、作れないと、うんで。去年までずっと半導体がないから自動車作れないんですよ。ありましたね。サプライチェーンの問題ありましたけど、はい、これ、今後の展開によって今度、金属がないから、自動車生産、うん、ニーズはあるけど作れないと。こういったリスクもやっぱりあるんですよ。はい。なるほど。そして、右下、エネルギー、電力のリスク。そうですね。やっぱり天候が冬になると今度、エネルギー需要って増えるんですね。うん。当然暑いと、まあ皆さん空調つけると思うんですけど、はい。まあこういった空調のエネルギー需要というのは増えると。はい。でそうすると、まあ天然ガスとか重油石炭、こういった需要見通しがすごい変わってくる可能性があると。値段環境が変わる可能性があると。うん。で、もう一つが結構不都合な真実なんですけど。はい。これ、異常気象が起きると、再生可能なエネルギーってすごい弱いんですよね。はい。これ、太陽光とか水力、風力って全部これ自然環境に依存してるんで、はい。この辺がおかしくなると、供給が止まってしまう、落ち込むっていうリスクがあるんですね。例えば、これ足元だと、アメリカの風力発電、結構落ちてるんですよ。はい、風が吹かないんですか？これエルニーニョ現象の影響かはまだ確定できないんですけど、はい、風力の発電がうまくいかないと、何やるかというと、うん、天然ガス燃やすしかないという。ああ、天然ガスが急に上がったりもしてるんですよ。はいはいはい。ちょっと最近ね、動き始めましたよね。はい。こういったなんか気候変動問題対策で再生可能エネルギーにどんどんシフトしてるんですけど、うん、意外とやっぱり脆弱なんですよね。この辺のリスクが顕在化するとやっぱり、意外と経済の方がおかしくなる。経済活動だけじゃなくてインフレ環境とか、いろいろ波及してくる可能性があるって。うんうん。このエルニーニョがどれだけの破壊力があるか、まだわからないけれども、いろんなこうシナリオ想定としては、どちらかというと、すべていろいろ供給が困る、生産に困るということで、インフレ要因になりそうだってことですね。そうですね。インフラプラス経済活動全体のリスクなんですよ。あ、そうすると経済が後退するリスク、つまりスタグフレーションですね。そうですね。そのリスクで、今のところその兆候がいくつかやっぱり出始めてますんで、うんうん、こういった相場テーマやっぱり注意が必要かなと思ってます。となると、やっぱり金に注目が集まる可能性が出てくるってことですかね。金の投資家ってやっぱり、なんかリスクがないかってずっと見てるんですよね。はいはい。で、そうすると今、世界経済で大きいリスクって、当然まあ利上げの影響というのもありますけど、こういった新しいテーマとして、今、異常気象、エルニーニョ現象がこれからどうなってくるのか、うん、だいぶやっぱり注目度高まってきてますんで、まあ、これがまあリスクで終わってしまうのか、それとも何か暴走を始めるのか、これから注意が必要なテーマかなと思ってます。はい。そして最後、もう一枚スライドをご用意いただいてるんですが、ゴールドの需要国というか、まあ、消費国としては中国、インドというのが、トップ2なんですが、そのインドの需要の減退リスクになるんですか？一般的にこれ気候変動の問題って、インドの金の需要の抑制要因って言われてるんですね。はい。これなぜかというと、インドって基本的に金を買ってるのは農家なんですよね。あ、はい、はい。そうすると農産物がたくさん取れると、まあ金を買おうかってなりますね。生産が豊作だと儲かるからたくさん買う。はい、で逆に不作だと、まあお金があんまりないんで、金買ってるところじゃないって。うん、それは一応教科書的な解説なんですけど。はい。しかしちょっと違うかもしれないというのが、今回ご用意したグラフなんです。はい。どう違うんですか？はい。四半期ごとのこのインドの金の需要と、左側はこれインドの小麦生産量を重ねたもの。はい。で、本当はこれ、小麦生産が落ち込むと金の需要減って、うん、逆に増えると金の需要すごい増えるんですけど、そんなになく綺麗な相関出ないんですよね。そうですね。2017、8年からこう、ちょっと増えてるけど、あんまり金買ってないですね、この時ね。連動するときもあるんだけど、連動しないことも多いっていう。はい。で一方で、これ右側が、これインドの金の消費量と、シカゴの小麦相場なんですね。はい。こっちの方がなんか、うまく連動してませんかね。小麦価格が上がると、金買う量が増えるみたいな。そうですね。やっぱり食料価格上がってくると農家の所得水準上がりますんで、そうすると不作で需要落ちるパワーもあるんですけど、値段上がってくるんで逆に金の需要増えるパワーもあるって。なるほど。じゃあもしインドの生産がそれほどダメージがなくて、国際価格がこうエルニーニョの影響で
上がってくると、インドの購買力は上がるかもしれないってことですかね。そうですね。金の強気派にとって理想的なのは、はい、インドの生産量はすごい安定してると。うん、でも世界中で不作で、小麦価格が暴騰するっていう。なるほど。そのことになると、インドはすごい農家の所得増えますんで、金の需要膨れ上がりやすくなりますよね。うん、なるほど。はい。この視点はなかったんですけどね。インドって、でも、エルニーニョの影響どう受けるんですかね。そこはちょっとまだわからないですか。今、エルニーニョよりも、モンスーンの影響を受けてるんですね。ああ。まあ、季節的な雨の量が、ちょっと今年、天候不順なんで、はい、熱波があるんで、少し生産厳しいんじゃないかと言われてますけど、うーん、まあ、この辺の影響、これからどうなるのか、注目ポイントになるのかなと思ってます。はい。インドは生産に影響出ないといいですね。あんまりこれ、輸出国ではなくて、自国消費しちゃうから、わかりにくいんですけど、生産大国なんですね、小麦の。そしてインドってやっぱり農産物すごい多いんですよ。うんうん、小麦に限らず、綿花とかサトウキビなんかも作ってますんで。うんうん、まあ、こういった農産物価格、全体のやっぱり生産量と価格のバランス、注目ポイントになるのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ということで、後半はその天候不順から金価格がどう動く可能性があるのかというお話でした。では、ここからはひろこのテクニカルということで、OSE の大阪金先物のゴールド価格見ておきましょう。国内の円建ての金が最強カードというのが今日の動画のタイトルですけれども、その背景にあるのはこの為替相場、ドル円相場、また、今年1月127円台まで下がったんですが、今141、2円台までまたじりじりとこう円安ドル高になってきたと。これが非常に、円建ての金価格の押し上げ材料として機能しているということが言えるかと思います。それが一目でわかるのが次のスライド。ドル建ての金と円建ての金の月足チャートですけれども、ドル建ての金価格というのは、もう2020年にこう大きく急騰してからはちょっとボックス相場なんですが、円建ての金はもうずっと2019年を起点にずっと上がりっぱなしということで、いかに円建ての金、我々日本人が持つ金価格が非常にいいパフォーマンスかということがお分かりいただけるかと思います。では足元のチャート見ていきましょう。左側が月足チャートで、ボリンジャーの1シグマをサポートに2シグマまでタッチすると、ちょっとこう、だれてくるというような、まあ、月足ではそんな動きになっています。日足で、この、スクイーズからのエクスパンション上に離れたかと思ったんですが、ちょっと足元ではちょっと伸びきらずに、また少し、この中心線ですね、ボリンジャーバンドの中心線、黄色いライン引いてありますけども、そこにまた吸い寄せられるように落ちてきました。だからエクスパンションにちょっと失敗したかなというような印象にも見えます。再びこれがまたね、ボリンジャーのバンドが拡大して、それに沿っていくような形で、この価格が上がっていくというところが見えられればすごく理想的なんですが、ちょっと騙しになりそうなので、この点には気をつけていただきたいと思います。仮に、一回押し目があっても大丈夫なように、例えば月足レベルで、8359円っていうのが1シグマのところですね。で、7724円というのが月足レベルの中心線。ここまで下がっても自分のポートフォリオ上問題ないよというような、資金管理の上で買っていただければと思います。ただし、投資におけます最終判断は皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。今日の動画へのいいねとチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。今回は小菅勉さんと一緒にお届けしました。この番組は豊かで金投資、豊かトラスティー証券の提供でお届けしました。小菅さん、今日も貴重な話、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では皆さんまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。